はようございます、おはようございます。ヘルチャンネルの時間でございますよ。後ろでガチャガチャ言ってるね、ごめんねその後ろでガチャガチャ言ってるのが何なのかって言ったら、石油ファンヒーターを積んで現在走っております。石油ファンヒーターをとあるところに配達する仕事じゃないけどね、そういうことをやってる様子をお届けいたしますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。それにしてもえらいガチャガチャ言ってるな、ごめんね。そんなわけでございまして、石油ファンヒーターを運ぶのにオートバイじゃ運べないというわけでございますので、 N 番に乗ってドライブをしてる、ドライブとかって言っちゃった、配達中なのに、まあドライブをしてるというわけなんでございますが、ただいまの気温が9度でございます。いやこれ絶対外寒いんだぜっていうふうに思うんですけど、以前にもお伝えしたんですけど、車の中はポカポカでございます。設定温度ただいま27度でございますそりゃあったかいよそんならこんならというわけでございまして、左ウインカーをつけまして、地元のスーパーで微糖コーヒーを購入したいと思います。うわ、朝っぱらから車陽気おるな。朝っぱらからといってもただいまの時刻は11時24分でございます。自販機の真ん前じゃないですか。到着。どうだどうだ、微糖コーヒーの缶の蓋付きのやつが飲みたいんだけど。オッケーオッケーオッケー。バック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 します、ガッツイします。そうそう、バックしますといえば今言ったでしょ。バックしますっていうブザーが鳴りながらトラックがよく下がるんですけど、あれよく聞いてみてください。ガッツイします、ご注意ください、ガッツイします、ご注意くださいっていう風に聞こえるというところも皆さんにはご報告申し上げておきます。ほいでもって左ウインカーをつけまして、レッツラゴイでございます。うわ車はいいな、やっぱり楽だよどうなんだこれは。さあさあ、そんならこんなら言いながら左ウインカーをつけまして、減速いたしまして、ハンドルを左に回したら左折ができるのは車だというわけでございまして、山道突入でございます。今何を思いながら山道を駆け上ってるのかって言ったら、やっぱりオートバイじゃないんで、あんまりこうたぎる闘志みたいなものがないですな車っていうのは随分と落ち着いて走れるもんだなっていうところを感じながら走っております。これはね、意識して喋らないと本当に無口になります。そんならこんなら言いながらドン付き合ってまいりまして、左ウインカーをつけまして、左折左折しまして、広島県道70号線に入ってまいりまして、これブワーッとまっすぐ走っていましたら、山陽自動車道の広島東インターチェンジがございますので、今日は高速道路を使います。ただいまの時刻11時37分でございます。広島県道70号線を走ってるというわけなんでございますが、あんまり交通量がいねえなっていうところを素直に感じながら、おじいちゃんそこで止まるなよっていうところも思いながら走るというわけでございます。そんならこんなら言いながら高速道路に乗るために広島東インターチェンジ入り口までやってまいりました。まだ言うのは早いですよ、そろそろかな。 ETC 専用 ETC 専用車専用じゃございませんですよ。ゲートオープンっていう風に言おうかなと思ったら、めちゃくちゃタイミングが早かって、あら一般車だったのね君は。はい、そんだけでございまして、オズさんは ETC でございますので、そのまま通過でございまして、左ウインカーをつけまして、岩国北九州方面に突き進んでまいります。一発目の合流でございますよ。右ウインカーをつけまして、レッツラ合意でございます。さあ次は本線合流に取り掛かります。右ウインカーをつけまして、本線合流でございます。高速道路を今走ってるんですけど、これ何を感じてるのかって言ったら、うわ風が来ねえないやーもう何なんだ一体本当に車っていうのは。そしてあれだな、あんまり楽だったらさっきも言ったんですけど、ほんと喋らんようになるわ。車っていうのは暑い寒い、雨が降ってきた雪が降ってきたっていうのを全く肌で感じることができないんで、喋ることがない。そしていつもおじさんがバイクに乗って喋ってることっていうのは、暑い寒い雪が降ってきた雨が降ってきた、こればっかり言ってるんだなっていうことがよう分かったわ。なるほど。まあまあそんなことを言いながら、沼田パーキングエリアの看板が入りまして、左ウインカーをつけまして、沼田パーキングエリアに突入してまいります。
なんでのまたパーキングエリアに入ってきたのかと言いますと、こっからスマート ETC 出口があるというわけでございますので、こっから出ます。はい、そんなわけでございまして、 ETC 専用、 ETC 専用、車専用じゃございませんですよ。ゲートがオープンして OK、 290円だよ。やっぱ安いな、3割引きは。今日そうなんですよ、土曜日でございます。なんか今日はもう3円動画になっとるな。まあセカンドチャンネルだから別にいいかか、絶対こんなんじゃファーストチャンネル使えねえなっていうところは全在感じております。見てまいりました、唐揚げ専門店。やっぱり唐揚げだねに到着いたしました。おお、車が止まってないな。まさか休みっちゅうことはないよね。これよ、こいつがカタ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 ずっと言おったというわけでございます。まあまあそんなこと言いながら OK でございまして、やってるよね、11時から8時まで。あ、土日は10時半から8時。あ、やってるやってる、大丈夫でございます。ここよ、唐揚げ専門店。はい、そんだけでございまして、お母ちゃんのお使いを済ましてこようかなっていうふうに思いますよ。お邪魔いたします。こんにちは。あ、こんにちは。こんにちは。ですか。ありがとうございます。今日もこちらです。いや、今日はのセカンドチャンネルなんで、あ、全然もうすごい気が抜けてる感じです。はい、うん、大丈夫。2480円。はい、じゃあこれで。領収書はよかったです。あ、領収書も後でお願いします。2000円お返しでございます。はい、今日は生放送がありますからね、割といろんな種類のものを購入させていただきました。ほいでクリスマスが近いというわけでございますので、クリスマスパックっていうのも扱っていますんで、興味のある方は予約をしてみてください。ほいでこれが内容でございます。もし興味のある方はここ画面一時停止して見てください。揚げたてだよ君、揚げたてだよ。アップで見せようか。1個がでかいんですよ。何回も言ってるから分かっていただけると思うんですけど、1個が大きいです。いただきます。まあそれ美味しいよねいやー、子供が見てるな子供が見てるな。まあそりゃそうだろうって今何を感じてるのかって言ったら、これはサムネに使えるんじゃないか。いや、かっこよくはないだろう。どうやってもかっこよくはならないというわけでございます。はい、あ、なんとなんとここでご視聴者さんに、ご視聴者さんに会いましたよあ、よっこらヘッド。よし、じゃあ帰ろう。帰ろうじゃなかった、今から配達しなくちゃいけないんですよ。というわけでございまして、今から石油ストーブを配達して帰ります。ではでは、ここで閉めるよ。ではでは。おまけコーナー、おまけコーナー、急げ急げ、また急いで戻るぞ。なんかって言ったら、スマートフォンとそれと財布を外の椅子の上にボーンと置いて、そのままにして帰ってるっていうことに気づきましたびっくりだよ君どうだ、大丈夫か。まあ沼田町あたりでございましたら、そんなに悪い人はいないと思いますんで大丈夫だと思います。はい、そんなわけでございまして、急いで取ってこようかなっていうふうに思います。到着、急げ急げ、ちょっと。ありました。ではでは。